が清水ハーフタイムは自陣で、簡単にファールを与えないチャレンジ、そしてカバーをしっかりということですが、左足いったの12分、名古屋グランパス先制です、バウドもちょっと相手他の選手がちょっと気になった。